2016年、平成28年の、4月の29日金曜日です、今お昼過ぎて2時ぐらいでございます。今ね、私が見ているところは、こちらでございます。このベトナムの国旗と、日本の国旗がね、なんとも丸があります。これはね、英語、ベトナム語が上に書かれてて、英語が下に書かれてるんですけど、英語を書いていただくと、ホーチミンシティアーバンレイルウェイコンストラクションプロジェクトアフェンダンスリティンステクションライングラウンコンタクトアキシバフィーだとです。で、これはですね、今地下鉄が日本の ODA の援助でもってね作られてるわけですけど、これが今作られている大盤ということで、弁天市場っていうのは弁天市場の方から、この水天までね、日本のこの援助に作られてるわけです。だからそこに駅ができてるわけです。で、この下見ていただくと、横ジャイカになってます、ジャイカということで書いてますね、ジャパンインターナショナルコーポレーションエージェンシーということで、ジャイカ、皆さんご存知の方多いと思うんですけど、日本政府はジャイカを通じて、国際協力銀行を通じてですね、このベトナムに援助してます。で、その下に清水マイルとなってます、ジョイントコーポレーションジョイントオペレーションコンストラクターということで、ジョイントということで、ね、清水建設、前田建設、皆さんご存知の方、大手の、ね、会社、ゼネコン、その、ジョイントです。なので、ね、合弁みたいな感じです。オペレーション、同じね、まあ、2つで2社で協力し合ってね、建設してるということです。まあ、これだけね、この日本のね資金と技術が入って、建設されてる、わけでございます。本当に非常にもっとね、素晴らしいことであると思います。これが中心のグエヘ通り、これに関しても日本の援助がね入って